もしげしげです。本日はポケモンセンター渋谷で購入した箱を開けていくパート1ということで、スカーレットとバイオレット開けていきたいと思います。いやー、ありがたいですね。これプレイヤー優遇で、まあ、プレイヤーが予約して買うことができる権利をもらったわけなんですけれども、それで、まあ、上限買ってきましたよっていうね、箱になっております。スカーレットに関してもね、まあ、最近コライドンちょっと見直されてたりとか、まあ、ネストボール入ってたりとか、いい箱なんでね、開けたいと思ってたんですよ。はい。で、まあ、バイオレットに関してもミモザっていうね、ちょっとねめちゃめちゃレアな、まあ、いわゆる女性 SR 女性 SAR が入ってる箱だったりもするわけで、いや欲しいんですけどね、まあ、その辺じゃ買えないんで、ポケモンセンターさんがこういうのやってくれるのほんと助かります。はい。サーナイト来ましたね。サーナイトもね、かなり最近また評価が見直されてというか、まあ強かったんですけど、結構型が固まりつつあって強いですよね。うん。来ました。SAR。偉大な牙 EX ということで。うん、まあ特にこの箱に関しては狙いは、ネストボールの UR とか出たら嬉しかったかなって感じで、まああとは汎用カード目的で開けていたので、まあまあまあいいでしょう。ありがとうございます。まあ、持ってるんですけどね。はい。ということで、サクッとね、スカーレット開けたので、次、バイオレット開けていきたいと思います。この箱に関しては、やっぱりね、ミモザさんの SAR が出てくれるとね、とてもこう、テンションの上がるものですが、いきなりワナイダーの SR ということで、SR 枠がもう使われてしまいました。まあ、2枚箱であれば、まだ可能性はあるんですけど、結構しんどいことになってしまいました。まあ、ただね、今のジュペッタ EX だったり、ホシガリスだったり、まあいいカードは全然ありますんで、うん、めげずに開けていきましょう。ワナイダー箱だな、これな。ワナイダーな。まあワナイダーリーフィアとかもね、ちょっとあの、逃げねのあれでね、縛るとかね。あ、クレッフィーテーブルシティいいっすね。はい、ありがとうございます。うん。で、ウィンディね。ウィンディどうなんだろうな。鉄の輪立ち、どうなんだろうな。うん、そんな感じですね。いやー、1枚箱かつワナイダーでしたということで、まあ、この動画ではちょっと見どころ的なところは作れなかったかなと思います。次の動画では、スノーハザード2箱開けていきたいと思います。続けてどうぞご覧ください。本日は以上です。さよなら。